こんにちは、スターリストの大山俊しゅんです。今回の動画なんですが、脱おじさんコーデ改造計画第5弾ということで、今回のテーマなんですけども、スポーツミックスコーデですね。こちらをですね、よくありがちな失敗例から徐々にですね、OK コーデに変えていくというのをですね、小芝居を交えながらお届けをしてみたいなというふうに思っています。まあ、このシリーズはですね、僕の中でもちょっとだけマイブームになっていまして、いろんな登場人物を出しながら、このような NG コーデって結構あるよねというものをですね、 街で人をよく観察しながら僕が忠実に再現をしてそこからですね、どのようにアイテムを変えていけば OK コーデになるのかというところですね、実例をふんだんに用いながらお伝えしていきたいなと思っていますので、ぜ、ま、ひ、あ、エンタメ感覚で楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、キャラクターはですね、ちょっと誇張している部分もあるかなと思うんですが、わかりやすさのためちょっと振り切ってですね、僕もキャラクターに入り込みたいなと思っていますので、そのあたりも含めてですね、ぜひお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。よし、よし、よし。皆さんこんにちは。運動大好き、スポヤーマシュン40歳です。 今日はですね、大山さんに言われてここまで来たわけなんですが、僕のですね、着こなしを皆さんにご紹介したいなと思います。ちなみに僕はですね、スポーツ大好きで、学生時代はですね、結構陸上競技をやってたわけなんですね。専門は100メートルで、今でもですね、毎日筋トレと、あとはランニングは欠かせないようなライフスタイルを送ってます。はい、そんな僕の着こなしなんですが、基本的には動きやすさが一番大事で、機能性とか、あとはですね、すぐにでも走り出る かどうかが全てててのの判断基準なななななんんででで、ね、ですすすね本当に身軽な着こなししながご紹介いいいきたいなと思っていますまずはですね、一番下に着るものはもう T シャツですね。まあこれ以外着ることはありません。もうサクッと着れることが一番で、ボタンとか閉めたりするのとかはもうちょっと面倒だし、なかなかこうすぐに動き出せないので T シャツが一番ですね。速乾性の高くてですね、すごく楽なやつを着るようにしています。そしてその上にはですね、これ、なんだろうな、ウィンドブレーカーですかね。 ウィンドブレーカー。これも学生時代から大好きで、もうトレーニングの時からずっと着てるんですけども、これを私服にもですね、活かしています。まあ、最近はね、ユニクロなんかでも買えるので、まあそういったものを着ています。 まあ今日はですね、結構シンプルなネイビーのものなんですけど、結構派手な色も好きで、イエローだとか、レッドだとか、そのような、ちょっとスポーツするときに映えるような色とか、着ることも多かったりするんですけども、基本的にこの T シャツウィンドブレーカーのセットがですね、僕は非常に多いかなと思います。で、パンツっていうんですかね、このズボンなんですけども、これはですね、スウェットですね。これがめちゃくちゃ楽なので、僕はこれを履くことが多いです。色はやっぱりスウェットと言ったらグレーかなということで、こちらを選んで、 選んでいます。まあ、なるべくこうダボっとしすぎないようにタイトな感じで足の筋肉をですねちょっとでも皆さんに感じてもらえたらなというところでこういうものを選んでいます。マ、ま、ス、あ、はねこうリブになっているのがねやっぱりしっかり止まるので気持ちいいんですよね。でスニーカーなんですけどもこれはねやっぱりどこかにこうおしゃれな差し色を入れたいなということでブラックに対してちょっとこう蛍光のイエローが入ったようなそんなですね今すぐ走り出せそうなですねスニーカーを履いています。でバッグはですねもちろんもうこれで。 ですね、リュック。もうリュックしか持たないですね。両手が開く状態が良くて、すぐに走り出せる状態が良いので、こういったリュックを持っています。 ということでですね、皆さんいかがでしょうか小芝居にお付き合いいただいてありがとうございます。まあこのようなスタイルの方は割と休日によく見かけるかなと思います。かなりスポーティーな着こなしですよね。T シャツ、まあプリントの入ったものなんかが結構好きで、スポーツブランドのロゴだとかが入ってるものとかですね、そういうものを着ていたりだとか、あとは上のですね、こういったナイロンジャケットも、まあ今着てるのは割とシンプルなんですけども、色が赤だったりだとか、イエローだとか、ブルーだとか、割とですね、はっきりとした 色合いのものを着てたりだとかそういう方もですね結構見てると多いかなと思いますあとですねこのスウェットですね結構スウェットは根強い人気がありまして結構今でもですね履いてる方が多いんですねまあ、昔に比べるとスウェットもだいぶですねおしゃれになってきたなと思いますシルエットも野暮ったくないしちゃんとラインも綺麗でそれなりに悪くはないかなと思うんですがちょっとカジュアルに見えすぎてしまってこれをうまくですねおしゃれに見せるのってスウェットパンツはやっぱり難しいなと感じて ある程度おしゃれな方じゃないと使いこなせないアイテムなのがスウェットかなと思います。 あとこのような単体で見るとすごくおしゃれに見えそうなランニングシューズですね。このようなものも結構着こなしの中では浮いてしまうんですね。一点の主張が強いとおしゃれには見えるんだけども着こなしに入れた時にそこに視点が集中してしまって馴染まないんですよね。そういうのって結構おしゃれな人ってあんまり使わないんですが、まあ、このようなスニーカーもちょっと注意が必要かなというところです。全身見ていただくと全部カジュアルなんですね。T シャツカジュアル、シャカシャカ系のアウターカジュアル。 カジュアルそしてスウェットも靴もリュックも全部カジュアルなスタイルなのでこれをですねうまく変更することでちょっとでもスポーツミックスというものが大人っぽく綺麗な方向性に触れたらですねまた見え方が変わってくるかなと思うのでこの状態から少しずつですね着替えをしていきたいなと思いますまずは何から変えていきましょうかねまあ、やっぱり気になるのはスニーカーですよねこのスニーカーがまあどうにもカジュアルすぎてしまって着こなしの中で浮いてしまってるので これを履き替えてみましょうか。もちろん単体で見るとね、これはこれでおしゃれに見えるんですけどね。これを履き替えます。じゃあ何にしましょうかね。僕のチャンネルでよく出てくるような白系のスニーカーからまず履いてみましょうか。ジャーマントレーナーがこちらにありますので履いてみましょう。はい。白系のスニーカーですね。これに変えるとどんな見栄えになるのか。 この違いをですね、皆さん見ていただきたいですね。まあ、ジャーマントレーナーもね、トレーナーというぐらいなので、もともとはですね、ミリタリーアイテムなんですけども、トレーニング用シューズというところで、ある意味でですね、この着こなしには合いやすいのかなと思うんですが、どうでしょうかだいぶですね、 変わりましたよね。あれこれだけでもそんなに悪くないんじゃないっていうぐらい、スニーカーの持つ影響は大きいと思います。まあ先ほどのような、今すぐランニングにですね、出かけられそうな、そういうシューズっていうのはなかなか難しいので、そうではなくて、なるべくシンプルな要素に絞り込んだ白レザースニーカーだとか、まあこのあたりを選んでいただければ、スポーツミックスの上でもですね、すごく相性がいいんじゃないのかなと思います。はい。これだけでもだいぶ良くなりましたね。 あとはやっぱりスウェットですね。このグレーのパンツのこのピタッとした感じだとか、あとこのそのリブですね。この感じがやっぱりカジュアルに見えすぎてしまうところがあるかなと思うので、このパンツを変えましょうか。まあ今ライトグレーっぽい色合いなんですけども、これをですね、ちょっとこうミディアムグレーっぽい感じに変えましょうか。同じグレー系なんですけども、僕がよくご紹介するような腰はゴムで EG ーー仕様。すごく楽なんですけども、見え方としてはちょっとこうスラックス調に 明瞭なものに変えてあげるとだいぶ雰囲気変わると思うのでちょっとこれに着替えてみたいと思います はい、ということで、ボトムスを着替えてみましたが、どうでしょうかだいぶ印象変わりましたよね。まあ、先ほどは、ライトグレーのスウェットですね。そういったものを履いていましたが、それをですね、ほとんど同じような色合いではあるんですよ。グレーの中でも、もうちょっと色を引き締めて、まあ、ミディアムグレーよりも、ちょっとチャコールグレーに近いような、濃い感じのですね、グレーのパンツにしました。で、素材の質感もですね、スウェットのような、ちょっともちもち感のあるようなものではなくて、しっかりとこう、張り感のあるような、スラックス調のものに変えるだけで、 だいぶですね、綺麗めに見えると思うんですね。シルエットは、スウェットよりもですね、かえってゆとりが出てるんですが、その形状だとか、あとは素材の使い方、色合いのおかげで、だいぶ大人っぽさが出るかなと思います。もうこれでほぼ完成でもいいぐらいですね、スポーツミックスの着こなしとしては、成立してくるんじゃないのかなと思います。やっぱり今回の着こなしですごくネックになってたのは、下半身だったと思うんですね。スウェットに対して派手なスニーカーというところを、ちょっとですね、 綺麗めに見えるようなイージー仕様のスラックス見えするようなパンツに変えてあげて、あとは白レザースニーカーですね。これ持ってくれば、もう間違いなくですね、スポーツミックスのスタイルが大人っぽく上品になるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、やっていただきたいなと思います。あと変えられるところといったら、まあ、上半身、これはこれで悪くないですよね。ユニコロのポケットブルパーカーなんですけども、これをそのまま使ってもいいんですが、あとは内側の T シャツですね。今プリントのものを着てますが、 これをですね、無地の T シャツに変えてあげても、またもう少し大人っぽさが出るかなと思うので、この内側をちょっと変えてみたいと思います。 はい、ということで着替えてみました。いかがでしょうかだいぶですね、雰囲気変わったかなと思います。先ほどは白系のですね、プリント T シャツを着ていましたが、まあ、プリント T シャツ決して NG ではないかなと思うんですが、まあ、どうしてもですね、子供っぽく見えたりだとか、ちょっとスポーティーに触れすぎてしまうかなということで、今回は無地の T シャツを取り入れました。これはもう皆さんにとってもご存知の、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。まあ、その中でちょっとこう、パープルですね、今回は選んでみました。 無地の T シャツを選ぶことで、ある程度ですね、ベーシックにスッキリとまとめることができるんですが、まあ、今回は結構ですね、アウターが濃いもの、そしてボトムスもちょっとですね、濃い色にまとめたので、どこかちょっと綺麗な色というか、差し色みたいなものを入れたかったので、パープルとピンクが混ざったような色合いの T シャツを入れてみました。まあ、スポーツミックスをする方は結構ですね、スニーカーにちょっとこう蛍光色を入れたりだとか、映える色を使いたいという方も多かったですので、今回は内側に着た T シャツに色合いを 取り入れてみましたががいかがで、しょうかで一番上に着ていたアウターなんですが、先ほどはユニコのポケッタブルブルゾンですね。そちらをですね、着ていたわけなんですが、今度はですね、こちら、ノースフェイスのコンパクトジャケットに着替えました。まあ、同じような色合いですね。先ほどはネイビーで、今回はブラックということで、そんなに大きな違いはないんですが、スポーツミックスの際に、このようなノースフェイスの力をうまく使うというところはすごく重要で、ちょっとアウトドアとかスポーツの香りがしながらも、ある程度 認知度があっって着て着るだけでちょとこういったものを着こなしの中にミックスしてあげることで少しおしゃれなパパの感じがですね出せるんじゃないのかなということで今回はこちらを着てみましたでサイズ感もですね先ほどのユニクロのポケットブルパーカーは割とコンパクトだったんですがこちらのノースペースのコンパクトジャケットに関しては名前はコンパクトって付いてるんですがサイズ感ちょっと緩さがあって今のサイズ そののりも含めててななななかかかバランスがいいいいんじゃないのかなという,ふうに思ってます腕はちょっと軽く隠し上げて時計だとかこれは好き嫌いあるかなと思うんですが少し番組なんかを入れながらおしゃれ感っていうところを出してあげるとまあスポーツミックスの中でもちょっと見え方が変えられるのかなというふうに思っていますこれで完成ですね これだったら着こなし的に割とですね、楽さもちゃんと取り入れてると思うんですね。まあ、T シャツ自体もカジュアルでサクッと着やすいし、その上に着てるこちらのナイロンジャケットに関してもスポーティーで羽織りやすいというところでは、スポヤマさんのですね、コンセプトに大きくずれはないと思うんですね。そしてボトムスもちょっとこうスラックス調になっていますが、素材的にすごく快適で、まあ、これで走ってもそんなに問題ないぐらいですね、楽なパンツになってるんですね。えー、腰は全部ゴムになってイージー仕様なので、これだったらズ ボラななな僕ででも使いいやすすようなパンツなんですねこれ、グリーンレーベルの今季のですね、プレイパンツっていうやつのグレーなんですけど、これやっぱめちゃくちゃ名作で、スポーツミックス作る上ではかなり使い勝手がいいと思います。まあ、特にこういったナイロン系のジャケットって、ブラックのものが使い勝手が良くて、1枚あったら長く使えるので、これをベースにした時に、ブラックのパンツだとちょっと重すぎるかなという時に、グレー系のパンツというのは使いやすいので、これはですね、すごくハマりがいいと思います。で、足元は白のこのようなジャーマント トレーナーナにしてあげればもうバッチリですねちなみに、これスニーカーが、まあ、このさすがにですね、イエローだとなかなか難しいかなと思うんですが、まあ、ニューバランスとかでも全然問題ないんですね。例えばですね、こちらにあるような、まあ、ちょっと今回はあえてベージュのニューバランス履いてみましょうか。グレー系のニューバランスも悪くないんですが、まあ、ニューバランス系のスニーカーで合わせてあげても、全然着こなしは成立します。ある程度スト幅がしっかりとあるので、ニューバランスと合わせても、このように割とハマりがいいかなと思うので、まあ、よりですね、 ね、ニューバランスのようなスニーカーを合わせるとちょっとスポーティーな感じにはなるかなと思うんですがこのあたりはですね好みで調整をしていただければなと思っています はい、もう一つですね、番外編として違ったコーディネートをですね、組んでみたわけなんですが、いかがでしょうか先ほどはグレー系のパンツを履いていましたが、これをですね、思い切って今のトレンド感のあるようなホワイト系のパンツに変えてみました。これだけでもまた雰囲気がだいぶ変わってきたかなと思います。で、足元はですね、ジャーマントレーナーとかでもいいんですが、今回はですね、パンツが白なので、グレー系のニューバランスを取り入れてみました。足元にはスポーティな様子を残しています。で、上に着ているですね、 ね、ノースペースのコンパクトジャケットは 変わらずに内側を今度変えてみたわけなんですね。スポヤマさんは結構シャツが苦手だとおっしゃっていましたが、T シャツでももちろんいいんですけども、シャツを取り入れることで、このようなナイロンジャケットのカジュアルさをうまくですね、中和することができるので、ストライプ系のシャツというのが意外と使いやすいかなと思うんですね。こちらは僕のブランドで作っているですね、ストライプシャツなんですけども、バンドからのストライプシャツの上にですね、このようなナイロンジャケットって結構相性がいいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。そしてバ バックなんですが、今回はですね。 こちらのようなリュックですね。ここにもですね、スポーティーな要素を入れてるわけなので、まあ全身で言うと、スポーティーな要素は、ナイロンジャケット、そしてリュック、そして、さらにはスニーカーというとこで、このような3点に絞って、それ以外のシャツと白パンというとこで、少しトレンド感のあるようなアイテムを取り入れていただけると、だいぶですね、見え方としては、スポーツミックスなんだけども、スポーティーに寄りすぎないようなスタイルができますので、まあぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。ちなみになんですけども、なんかおしゃれな人 リュックを背負う時に両方方方ででなないい片方だけみたたが多かったりしますあとはですね、このように前の部分をですね、持ちながら歩いてたりすることが多かったりするですね、謎の習慣を持っているわけなんですが、まあ、このあたりも含めてちょっと見栄えは変わってくるので、よかったらトライをしていただければなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画では、脱おじさん NG コーデ改造計画第5弾ということで、スポーツミックスコーデですね、こちらをテーマにしながら、皆さんに動画をお届けさせていただきました。結構ですね、街で多くの男性を見てみると、機能的で楽なスポーツミックスですね、このあたりをしている方は多いんですね。スポーツミックスというよりは、もう全身がスポーティーになっている方も多くて、まあ、そのあたりをですね、ちょっと調整することで、カジュアルスタイルに落とし込んでいくというのは、結構ですね、僕ら 大人世代には親ししみやすすいよううななな着こなしかなと思うんですねポイントとなるのは全身のアイテムをスポーティなアイテムで固めることではなくてその中にですね、綺麗めなアイテムも2、3点加えてあげることここだけをですね、意識するだけでだいぶですね、スポーツミックスというものが気軽に再現しやすいかなと思うんですねぜひ皆さんも今回の動画を参考にしながら手持ちのアイテムを使ってスポーツミックスのコーディネートをですね、楽しんでいただければなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの でですすすねななるるべくくかりやすく解説をしてていいきたいなと思ってるんですがもう少し中級者の方に向けたアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週にオリジナルの動画を3本出しているのとそれに加えてもう1本ですねライブ配信もやっています そちらの方では皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えするような形で展開していますので気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますそちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね僕の方では毎日更新をしていますまた僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっていたりだとか参加者の皆 皆さんも記事をアップすることができるんですね。本当に様々な記事がですね、見ることができますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊しんでした。また次回の動画もお楽しみに。